はい、田中90です。皆さんバトルパスはね、進めていますか？まあ勝手に進むんですけど、今回のねバトルパスの最高報酬がこのね DRH チェーンってやつなんですよ。 DRH といえばね、まあ今回の環境の中だとアサルトの中ではね1に争うぐらい強いんですけど、この DRH チェーンには武器の射程距離を増やすっていうね、まあ特有の最強効果が付与されてるんですよ。今回はねこの効果が具体的にどれぐらいね射程距離を増やすのかをね、まずは解説したいと思います。で、結論から言うと3発距離は全然伸びないで、4発距離がめっちゃ伸びるって感じですね。で、これはね、あくまで OTM をつけた時の射程距離を伸ばすの効果っていうか、 OTM をねつけてない時の射程距離を伸ばすの効果は検証してないです。OTM もつけないで、スカー H じゃなくてなんだっけ、DRH か。使ってる人ね、いないと思うんでね、まあ、検証する必要がねえって考えて、検証しませんでした。はい。だから気になる人はね、自分で検証してください。で、話戻すと、まあね、正直3発キル距離もうちょっと伸びると思ったんですよ、俺。で、1メートルしか伸びなかったんで、これ間違えたのかなと思って、もう一回ね、一応ね、検証したんですけど、変わんなかったんで、1メートルしか伸びてないですね。で、ここからは考察なんですけど、おそらくね、21メートルに留めてんのは、KN の距離減衰が22メートルから始まるんですよね。で、この武器をね、22メートルにしちゃうと、おそらくね、DRH の介護官じゃねってね、KN がね、言われかねないんで、こうしてるんじゃないかなっていう勝手な推測っすね。4発キル距離も、実はね、KN がね、43メートルから距離減衰始まるんですよ。1メートルの差なんですよね。だから、KN 絶対意識してると思うんだけど、みんなどう思う？やっぱね、完全上位互換のね、武器をね、生み出すのは微妙なんじゃないかなってのはね、まあ公式の考えなのかな。まあといってもね、KN はね、この武器と違って反動が大してないんで、すごい使いやすいと思うんだよね。あと弾薬も多いんでね、だからぶっちゃけ22メートル、43メートルにしても、KN ね、使う人多いと思うんでいいと思うんだけどな。実際 DRH をね、使ってる人はね、あんま見ないんですよ。俺もね、DRH ね、当初めっちゃ押してて、動画でもね、最強最強って言いまくってたんですけど、DRH はね、めんどくさい銃なんですよ。確かに強い。スペック上だとぶっちゃけ KN をね、使う理由なんてないんですけど、あのですね、反動を抑えるというね、とてもめんどくさい作業をする必要があるんですよね。これがもしパソコンのゲームだったら、俺は DRH が流行ってると思うんだよ。KN なんか誰も使ってないレベルで。パソコンのゲームの場合はマウスでパッてブーってね下に下げれば反動制御なんてね、赤子でももう3歳児でもできるレベルで簡単なんでできるんですけど、このゲームの場合はね、まあスマホとかね iPad とか、まあタブレットでやってると思うんで、タブレットだと結構反動制御はね難しいと思うんですよ。マウスとかに比べると、まあマウスでそもそもゲームやったことあるオタクなんて俺ぐらいしかいないと思うんだけど、まあ、そういうことなんですよ。だから反動とかその使いやすさの方が単純なね TTK タイムトゥーキル、キルタイムよりも優先される傾向にあるんで、まあいいんじゃないかなと思うんだけどね。2243でもダメっすかね。うん、いいと思うんだけどね。運営でもね、次パッチでね、このゲームね大幅に変わることが予測されてるんだよね。だからね、ぶっちゃけ今変えても意味ないから変えなくていいと思います。はい。次シーズンマジでやべえらしいかな。マジで別ゲーレベルに変わるっぽいし。で、この後はね、ランクマッチでね、このね DRH めっちゃ強いバージョンを使っていきたいと思います。どうぞ。ドミネーション、しかもクラッシュか。クラッシュ来たか。やべえな、これ。これはフクスプラサードラインですよ、こんな。これ来たね。ついに地獄のクラッシュドミネーション。ここはね、ファイアリングレンジとはね、また違ったクソさがあるからね。一回取ったらまあ勝ちなんだけど、なんかあれ？なんだこれ？なんかバグってない？なんか。これなんか毛みたいなマークない？わかる？これ毛みたいなマーク。これバグってない？文字？え、これ何？この毛みたいなマーク。これ絶対文字化けしてないか。これ毛みたいな、ま、あ、待って待って、もう毛についてひたすらこついて、後ろ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 いるか、いる、やれる、やれるか、やばいやばいやばい、これ、これ取られる、これ取られる、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 これ、あー、これ取られるかな、これは取られるかもしれない。もう全部無視して、ナイス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 。同じルートでやられてんだけど、これ頼むやってくれ。あいつゴキブリみたいにピク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 してる。いや、これはね、ナイス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 。これぶっちゃけね、このマップのやべえところは、そんなね、大した、また来たこいつ。3度目の正直で爪をぶっ殺す。死ね。オッケー。これが復讐よ。これでどうしようかな。まあ、フクスプラスハードラインで狙ってもいいけどね、拠点。多分こっから来るんじゃない？いや、グレーネル来た、グレーネル来た、グレーネル来た。来い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 。近距離は強いぞ。マジかよ、それ。今の負けるのか。絶対スライディングってラグあるよな。まあ、それは置いといて。これ、やべえ、ビートライル、ビートライル。あー、これビートられますよ。あー、負けか。まあでも後半だからね、後半取り返せばいい。ぶっちゃけ前半の
あんまキルレってそこまで、キルレっていうかポイントですね、そんな大事じゃねえから、ドミネーションってってことで、俺は後半までひたすらポイント稼ぎする。内側あんま取り返す気起きない。じゃ取り返すの難しいかな、この服な。お、ほい、一人やっての、これ上いるな、この上の建物をやりたい、やりたい、お前じゃない、上のやつをやりたい。俺はこれいるぞ、これ、待って、これってね、いや壊しやがったこいつ。多分ラグったってことかな、俺の回線が。だよな、俺の回線がやばかった、今に止まってたってことか。やべえな、俺の回線うんちかもしんない、今日これやべえ、今撃たれたぞ俺、撃とうとする前に。これで、じゃあ UAV でバレてるってことか、来いよ。いやこれバレてんな、来い。いやーこれ完全にバレてんだよな、なんかしんないけど一人やれたわ。うーん、これやっての、落としてアナイアレーターか、ここで使うべきではないよな。次だな、次まで取ってこう。これやっての、ポイントを貯めたいよねこれね。お、やってのこれ B 取れたらでけえけど、取れるかな、取れるかな、これいけるんじゃね、これいけるんじゃね。ええ違う、なんで、あ、入ってたよ。いや今ちょっとでもやらかしたな。これでもうね、アナイアレーターで前線をしたいよね、ここを一掃したい。そういうのをアナイアレーターちゃん求めて、当たってないの、やってーの、お、やってーの、今当たったの逆に。まあ当たってないと思うんだけど、わかんねえなこのゲーム、当たったか当たってないかがわかんねえ。オッケー、今当たったんだな、オッケーオッケー。あー、なんでハンターキラーなんか来なきゃいけないのこれ。まあいいや、ちょっと待って、まあ21だからね、そんなすぐは決まんない。これ勝つのかよ今。 UAV ラキ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 、これ UAV 落としてポイントになる。お前ら VT オイルってね、やべえ、俺はね、フックスプラスハードラインっていうやべえ、シュントケだな、頭当てると。まあでもヘッドショットのメリットってあんまこの武器、え、これいけるいける、これ絶対いける、これいけるいける、ナイスナイス、この盾やばい、この盾えぐい、この盾、オッケー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 、マジ偉い、ナイス盾、誰置いたのこいつ、お前、軍師だろこれ、軍師いるんだけど、天才によって、いや、マジ盾置いたやつ、マジでグッジョブだ、俺、本当に、神的にすげえいい人だと思う、これ、これ、やってーの、オッケー流れ来てるよ、縦で完全に。これ待ってね、これやれないか、やれないか、オッケー、いいんだよこれで。これで相手はね、もうね、上がれなかった。これこっちのね、気になってしょうがない。痛い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 、はあ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 、やばいだろそれ、抜けるの、2枚だろそれ、はおもんなさすぎこのゲーム。でもな、もうちょっとね、もっとおもんなくなるからな。まあでもこれ勝ってるんじゃね、これ。オッケー、ナイス、ルージング B。いいね、プレデターミサイル。これ、ロマン、これ維持してれば別に勝ってるからな。オッケー。なんでさ、このさ、わけわかんないよね。あんな分厚いレンガ抜けて、この柱は抜けないんだぜ。おかしいだろ、このゲーム。この世界おかしいからね。ちょっと考えてほしいんだよ。同じ素材なのに、抜けるもんと抜けねえもんがあるんだけど、これ。待って、これ。でも VT オール、これ出るな。これ出る。アナイアレーターで出る。待って。オッケー、やってーの。俺が前線押す必要はないけど、おっ、あ、オッケーっす、オッケー。最後にこれやりたかったの俺。はい、はい、オッケー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 、何も楽しくないだろこれ。これ楽しくねえだろ相手。待って、動かない、動けってイメージてんのに、おかしいだろこのアプリマジで。ボタン反応しない時あんだけど。これ待って、これね、なんでね、今のアプリのせいにしたかっていうと、実はアプリじゃなくて iPad Pro のせいにしようかなと思ったんですけど、iPad Pro のせいすると Apple のファンの人が怒るんで、やりました。はい。これで、いいね、気分いいよ。いいね、楽しかった。前半全然面白くなかったけど、後半神ゲーだ、これ。ほら、キルレでも2になったし。神ゲーっすわ、このゲーム。ということで、今回ね、DRH 強い版使ってきましたけど、ぶっちゃけ言います。あんま恩恵に預かってる感はないね、ぶっちゃけ。だから、まあ、取ってもいいと思う。全然取るべき武器なんだけど、めっちゃもう、急いで取るってレベルの武器でもないって感じですね。じゃあ、今回こんな感じで終わります。お疲れ様でした。おつ。Thank you.